ございます。じゃあ、毎度おなじみ山田レイジのヤングさんで、月に一度のニコロンダン授業の時間がやってまいりましたね。生で見てもらって皆さん、ありがとうございます。今日もご機嫌にやってますか。はい、こんばんは。帰りがいいね。帰りが相変わらずご機嫌で、はい、そう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 、はいはい、公式なんで、今日公式なんです。まあ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 、流浪の番組ではございません、ちゃんと毎週ご機嫌にやってますよ、そうですね。この流れで流浪に献身とかやるのかな俺。流浪に献身やるの絶対やらねえ。再開しましたけど少年 J が絶対やらねえ。やらねえ今日ハンターだからね。そうなんだよ、ハンター語れんのかってな。俺も心配だよな。どういうこと。どうせ読んでねえだろっていうコメントがさ、始まる前に流れてくる。本当ですな、全部バレバレか。信用されてませんね。どこまでもバレバレか。まあ、それじゃないかな。はい、ということで、この番組は、巷で話題のニュースを、まあ、ざっくりそれなりに切るゆったりとしたワイドショー番組なんで、はい、まあまあまあ、そんな目くじを立てずにね、楽しく同じ時間を、そうですね。この、番組内容はニコニコニュースオリジナルで多分記事化されますんで、ぜひぜひ、そちらも楽しみにしててください。ということで、今日のラインナップから紹介させていただきます。まずはですね、日野テルマサですかね、往復ビンタ騒動に書いた、芸能界に体罰擁護派が多い理由とはっていうニュースを取り上げて、まあまあまあ、その体罰問題、ちょっとレイさんの見解を聞きたいなという、続いてサザエさんラブラブシーンに視聴者困惑というニュースがあります。聞いてないよ、視聴者あ、ラブラブサザエさん、ラブラブサザエさん、ラブラブサザエさんって番組なんでしょ本当。違うんですよ。そういうキンキキッズのやつ。そっちか。懐かしい。もう一回吉田拓郎見れるな。さらに漫画はティーンを救うっていう、はいはい、まあ漫画のおかげで救われましたと、あのアメリカ人の人に言われて、作ってんな漫画は、世界を、まあまあそこから我々3年の間にもう幾度となく出てきました、あの覚醒コンテンツと麻薬コンテンツについて、久しぶりだね、久しぶりにレイさん語っていただこうかなという感じです。そして、今日のまあメインディッシュですけども、ハンターハンターのね、ことなんですけど、また救済ということで、まあ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 、お家芸ですよね。何が？お家芸。お前トガシのこと悪く言うやつ俺許さないから。俺別に悪く言ってなくね。トガシのことを悪く言うやつ出てこいや、おら。それ含めて。俺が戦ってやるわ。俺がよ。何なんですか。いや違う違う。今日はちょっといろいろありました。トガシさん頑張ってほしい。でも時間あれば一泊二食付き馬鹿げたシステムが日本旅館を滅ぼすっていう、どうでもいい話をやろうかなと。いやいや日本旅館やばいでしょ。日本旅館。日本旅館憂いてるでしょあなたは。いやまあ、あなた旅のプロでしょ、で一泊二食付きでこの話からいきます、やめます、それ最後に、最後に時間あればやりましょう、ということで、もうガンガン今日もいっぱいあるんで、いっちゃいましょう、まずは、日野テルマさんの往復ビンタ騒動に関してなんですけれども、まあ、こちらちょっと概要だけ言いますと、まあ、ジャズトランペットの日野さんが、74歳なんですね、ジャズコンサートでドラム奏者の男子中学生に往復ビンタをしたと、でまあその曲終わっての演奏をやめなかったと、でそれで注意して、聞かない、でもうその席まで行って、スティックバーンって放り投げて、終わらせようとしたら今度手で叩いたと、それでもうぶち切れた日野さんがバーンパーンパーンって、もう出ちゃったらパンパンやぞ言うて、まさにパンパンとやって、なんかあれな映像残ってから盛り上がったんだろうな。そうですね、っていうまあもうリアルなんですよ、セッション。お前だったら行った、何発行った。俺だったら、俺だったらビンタはしないですから、ね、何で行った、まあとりあえず髪の毛ガーン引き掴んで行くんかよ。もうほんでどうすんだよ。まあこう、まあ、バキ読んでるんで、このバキ読んでるんで、顎を外します。ちょっと待って、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 少年チャンピオン的な感じになるの。その後こうやって上からあの、バンって六波返しして、頭蓋骨の方向を外します。はいはい、コメントもコメントがありますよ。チューンってバーンつって、ちょっと待って、これバキツ、バキちょっと待って、ちょっと、じゃあ逆にお前だったらどうされたかった、あの時。え？だから日野さんにどうされたかった。俺そんなものね、おじさんが、しかも伝説のジャズミュージシャンがそんな剣幕で来られたら、もうすぐやめますよ。チーズっていうか、その終わって、お前じゃああの中学生すごくねえか。全然すごくないよ。なんでやめなかったんだろお前だったら。やめたんだろお前は。俺、いや俺だったらごまかすもん。どうやって、あれ終わってた。いやちょっと待って、
顔あれ顔顔だ失礼しましたって顔で顔でいくかご苦労さんで終わりますよそりゃご苦労さんかよお前植木仁ちょっと待ってちょっと待ってお前みんなの大事な演奏パートの時間奪っといてご苦労さんでいいのかそれはだからそこを表現ないと、うん、笑いに変えないとそれ終わらないじゃないですか中学生で、うん、お前中学の時それできた子だった絶対できたねそんなにエバられても、うん、そんなに俺はそんなにグヤられてもいやそれぐらいはやらないとマジで、うん、そうなの、うん、えじゃあ何あのお前はじゃあちょっと自分が間違ってる時はちょっと殴られたい派殴られたくないからごまかすんじゃんてめえちゃんとコメント拾えっつってんだろうがよパンパンって俺が言ってほしい派やられるぞコメント拾わないことに対してお前そんなに何回も言ってんじゃんお前どうして俺の話聞いてないでコメントずっと見てるからじゃあ拾えっつってんのに全然拾わねえじゃん違う違うあらららら礼二さんがお前ニヤニヤしてめちゃめちゃ熱量持ってさエンジンかかってブーンって気持ちよく走ってる時に、はい、俺が前髪つかむぞ前髪面白コメントを拾って止めたらムスッとするじゃんねそれがテルマソスタイルだろうがよ何を言ってんテルマソスタイルはいいですけどレジェンドは怒るんだよいや俺がめちゃめちゃなんか自分の話だーって言ってていつまでも話やめないからバーンってやるのは分かります俺そんなことしたことねえべ、うん、してほしかったのいや全然お前てめえの話投げんだよバーンとか言ってやっていや全然全然お前そこが崩れるとこだろうとか言ってそしたらもう途中で変わりますもんじゃあダメじゃんかよここは北斗の拳ですかとえ何北斗の拳の世界ですかとじゃあダメじゃんじゃあダメじゃんかじゃあダメじゃないあれは、うん、えダメなの全然俺もうそれもっとやってもいいんじゃないかぐらいの派ですよえそうなのあんなものもうパンパンですよあんなもんパンパンですか何をやってるんですかあの中学生は調子乗ってんじゃないよと誰かが言ってあげないとあれはでその後親も謝ってきたらしいですからね2人で、うん、で終わってる話なんででこれなんで問題になってるかというとそのまあサンデージャポンとか、うん、で太田光さんとか、うんはいはい、まあまあまあそのあとワイドの人で松本人志さんですかね、うん、とかがまあまあそんなお前じゃあ右京さんに殴られたら嬉しい右京さん殴らないもんコーヒーカップでいや右京さん絶対右京さんは細かいプル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 プティーポットでガーンそんな右京さんは嫌だそれはもう右京じゃないもんでも言わないと分かんないじゃんお前いや分かるよ分かる分かる右京さんが思うから俺空気読みますもんマジで、ね、大体、うん、いや右京さんは分かんない右京さんには伝わらないかもしれないじゃんで右京さんがいやこれは右京さんは手を出さないから右京さん私が流れなければ非暴力主義なんですっていうそうなのじゃあ非暴力派じゃんお前え非暴力派じゃんいやもちろん基本的にはねそうでしょ、うんうん、じゃあ非のダメじゃんなんでダメなんですか非暴力じゃないじゃんあれは暴力じゃないですよどうなのじゃあ右京さんが右京さんがあの場に行ってね日野さんの立場だったら、うん、右京さんだったらどうするんですか右京さんだったら、うん、こうやってって走ってってってなどうすんどうすんってスティック掴んでパーパーそこまで一緒なんだでもうこの距離でゆるしなさいしかなにそれジャズを舐めるんじゃないジャズを舐めるんじゃないって言われるんだ、うん、そうなんだそしたらもうでも叩くよ叩くよその後子供は叩いたらあの伊丹刑事とか呼んで連れて行かせる自分はやらない手を汚さないんだ、うん、まあ自分やるっちゃやるけど、うん、バッてこうやって、うん、殴らないでいかにこの手は何ですかってこの悪い手は何ですか丁寧に叱られるんだ、うん、そうなんだそういう感じになると思うんですよ杉下右京だったら何の話ですか明治さんの見解をもっといや俺はね、うんまあこの中学生結構俺好きだなおあだから世界の日野テルマサの前で、うん、俺やめねえしっつった後に、うん、取られた後にそんでもやめねえしっていうこの根性をたたえたいよな実にな、うん、でもねこう至るまでのね、うん、関係があったんだよ絶対なんかあったんだよ、うんうん、彼の心の中にさ、うん、でその後にさ親が謝りに来なさいなっつってさ言われてうわもうご飯も食べさせてもらえなくなるっていう絶対ものすごいバイアスがかかってて、ねうんうん、本人の意思で謝りに行ってないよ、うんうん、だから全部が権威に負けて大人の論理で謝りに行かれてからこれもう粉砕されてるよ魂は彼の魂はこの段階で、うんうん、ああだから俺はねこの物語にはもちろん続きがあるなというのがあって、はいはいはいうん、そのねなんつうのかなドラマを生んだ彼の
そのエネルギーを称えたいっていうのがまず第一、はい、でこれはあのいろんな人があだこで言ってるけど、うん、松本派に近いかな。松本人志が言ってるのが、うん、本当のことはこの子の心の中にしかねえなっていう、分かんないから僕らは何も言えないですよっていう意見に一番近い。まあ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 。でこういう抵抗運動が若さじゃないなんて思っちゃうわけ、うんうんうん、だからなんかさすげえ人が来たんだよなっつって、どうやらなんかよくわかんないけどジャズですごい人なんじゃんとか言って、うんうんうん、おとなしくしとくべきじゃんとかなっちゃうところから、うん、何かが失われていくわけだから、うん、一発伝説作ってでもいいから反抗するのはありだなと思う。でそれでヒロさんが言ってたのはあいつと俺との関係がうんぬんって言ってたじゃん。だからもしかしたらだよ、あのそういうやり取りあったのかもしんないね前に。ああ、うん、何度で俺やるんですけど、うん、と言ったのにそれをまたガンと言って言うこと聞いてくれなかったから、うん、にゃろひのやろこのやろ本番で恥かかしてやっかんなと思って行くぞって思ってたかもしんないじゃん最高じゃんこいつ。最高最高だよ。でそこでぶん殴られてで、まあ、いろいろ言って、まあ、今はだからこれ10年間寝かすといい味出してくると思うんだよね人として。あ、でまあそれはともかくなんだけど、うん、この問題でなんで割れるかっていうとさ、うん、ざっくりだけどさ、まあ、イラストで描きますけど、はい、あの大人なるものがあって、うん、絶対的権力があるときに子供がいるじゃん、これ何も言い返せないわけだよ、うん、でここの間に信頼関係があった場合、うんうんうん、尊敬して、うん、ビンタされたときにこれが愛情だと俺のためだと思う場合と、うん、こいつのことを心底を尊敬してなかった場合は、うん、威嚇だし暴力だし憎悪に変わるよねって話だろうね、うんうん、で これどっちに行くか分かんない状態の生物の人間でしょこれ、うんうん、でこれで体罰擁護派っていうのは基本的にね自分のね経験の中でいい人に会ってんだよ。殴って自分のことを分かってもらったっていうコミュニケーションが一度でもあった人なの結果として、うん、でそして尊敬できる大人がいた人なんだよ、うん、中にはこれ太田光だと思うんだけど、うん、中には威圧的であるだけで中身が何もなくって本当に尊敬させてもらえなかった、俺はあいつに従ってたけどがっかりさせられることしかなかったっていうタイプの人間がいるんだよ、うん、でそういうやつが威圧的な態度でやりたいことを一気に暴力で封じたのを見た時に、うん、封出するのは世界全体に対する憎悪になっちゃう。でかい話です。でかい話になるんで、なぜかっていうと中二病ってぐらいで、はい、今あるくせ自分の世界が世界の全てだから、まあまあ、でこいつは大人代表で世界の代表なんだよ、うんうん、権威の代表なんだよ、うん、こいつのことが信じられないっていう時に暴力で威圧的に自分を封じられたら憎悪しか残んない、うんうん、で太田光って人間は絶対にそのこっち側の人間なんだよ、うん、だからあの映像を見た瞬間に彼は日野さんのことじゃなく、うん、そういった自分の過去がバッとフラッシュバックしてきて、あの時自分を威圧的してきた中身のないクソ野郎がバーッと頭に浮かんで、うん、思わず関係ない日野さんに向かって、うん、あんな人の音楽大したことないでしょって言っちゃったんだと思う。でもそれは日野さんの音楽じゃなくって、うん、そういうことを代表としていることについて言ってるんだよなと思うのね、うん、でこれまあ、なんつうのかな、一方では、うん、暴力による、あ、体罰による関係性みたいなものを、まあ、大事にしたいっていう人の中にはさ、うん、これまあ主にさ、俺少年漫画系だと思うのね少年漫画的なか、過去のね、かつての少年漫画的、熱血少年漫画的なコミュニケーションが好きな人っていうのいるとやっぱり、うんうんうん、でそれは主に儒教的であって体育会系乗りでヤンキー的で、しかもこいつはタフなんだよ、だから親にパーンってやられてきたり育った人なんだよ、うん、そうじゃない人が今圧倒的に多い、うん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 、で そしてじゃあ信頼できる大人が作った社会って今どうなのって話じゃない、うん、今の大人が作った社会っていうのはひどいっていうのをずっと見てるわけじゃん、うん、子供はどこに信頼関係だから、信じたいけど信じられない、尊敬したいけど尊敬できないよっていう人の方が圧倒的に多いんで、このやり方はリスクが高くなってしまう、うん、なぜならばどうするかというと、信じたいけど信じられないクソみたいな、あの大人だけどって思ってたんだけど、結局暴力で威圧かよってして封じられた時に自分がどうなるかというと心閉ざすよねこの人は、うん、でだけど来いよっていうのはこの人なんだけど、それはこっちの事情だし、これに合う人の哲学っていうか、うん、サイドなんで、だこっちに合う人にはいいよ、うん、上がってこいっつって俺を殴れ、わそうなんだけど、そうじゃない人が圧倒的っていうところが、うん、結構リスクがでかいなって思うわけ、うんうん、でこれあともう一つ、
人格者だから殴っていいのかっていう問題だったら、まず、まあ、問題だとしてもね、無意識っていうことがあるじゃん人間には。あと、うん、好き嫌いっていうのがあるのが人間じゃん、うん、つまり殴りたいやつが嫌いなやつの場合があるわけだよ、うん、それは教育じゃないでしょ、うん、ストレス発散の場合があるじゃん、あるある、ここにまた大きなリスクがある、うん、そうなると信頼関係ができない、うん、教育にならないんだよね。でさっき言ってた話で現場の中でさ、みんなのその時間を取ってやっちゃった、これさプロのステージだったらさ止めた方がいい、確かに、うん、で殴ってもいいかもしれないね。でもさ分かんないんだけど、その1個はね、あのプロのステージだとしてもそれで空気壊しちゃったら、うん、ショーとしてどうなるかっていうところがあるから、ね、演出家としてはダメだね、うん、見てた方がいいと思うよね。だけどこれ教育の現場だったんでしょ、まあ、まあ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 。そう、教育委員会が主催してんだよ、うん、でゲストで来てんだよ、ね、だったらまあ見とる方がいいよね、そこはね、あのその子供のためなんだよね、うん、だったら一旦抑えた方がいいよなって話だなっていうのと、あと、もう一つなんだけど、往々にしてあり得るのが威圧的な空気を出して、言ってわかんないやつは殴ってやるんだっていうふうにやった人の対して、俺がもしこの人に対して会ってしまったら、うん、俺は自分の内面の 10% もこの人を見せないね。この人に見せない、見せない、うんうんうん、この人には心開かないってこと、ね、心を開かないし、この人には俺は全面的に演技をすることになると思うんだよ、うんうん、そうすると限定されたこの人の好みそうな情報だけがこの人に集まってくることになるから、うんうん、決定的に情報弱者になるわけだよね、うんうん、そうするとさ関係性が作れないだけじゃなく時代が分かんないでも、なるほどなるほど、ってことはこの人教育できない、なるほど、うん、そうですね、そうだから、そういった人間、うんが、教育現場で行ってどうのっていうのをまあ褒めてしまうな、どうだろうなとは思うね、うん、残念ながら、ただし寂しいのは分かる、寂しい、そうです、だから、うん、かつてはういっていう、ういっていうじゃれられる関係性があったよね、はあ、だんだんそういうことができなくなって、はい、いろんな人との距離ができるようになってくる、それこそ演技をしながら遠くになっていくっていう中でさ、うん、その引っ叩いてでもみたいな、うん、近い人間関係みたいなものにみんな飢えてんじゃねえかなと思う、うん、だからあのファイトクラブって映画俺大好きなのは殴れって言うでしょ、うん、関係ねえやつ殴れって、あれは理不尽だけど関係性を作るっていうね、うんうん、獣としての、でそれが本来人間の中にあるんじゃねえのっていう話なんで、俺は実はそっちはあるよなって、そしてジャズっていう現場はもともと喧嘩の場所なんだよね、だからヒロさんはジャズミュージシャンだから殴っていいですヒノさんは OK なの、チャーリーパーカーも殴ってた、チャーリーパーカーも殴ってたし、そう、マイルスもそうだったじゃん、うん、だからジャズ、ファンクの流れ、うん、世界ヒップホップの流れっていうのは肉体言語ですよね、なるほどね、そう、だから最終的に教育の現場ではダメだけど、ここジャズじゃん、やっちゃえよっていうのはしょうがねえよな、ヒノさんっていうのは分かる、なるほど、ね、っていうことかね、俺投げって感じでした、分かりました、はい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 、続いていきましょう、はい、右京さん一番面白かったな右京さんがティーカップで殴るってのは見たい絶対ないからない、うん、ないか見たことないっすね、うんね、ないないない、ない、ね、うん、サザエさん、右京さんね、ジャズじゃないんだよね、右京会にします今日もう、いや、いい相棒見てないのに相棒見たことない、サザエさんラブラブシーンに視聴者困惑っていうニュースなんですけれども、こちらですね、8月27日のテレビアニメサザエさんの中で、うん、いつもと雰囲気が異なるエピソードが放送されネット上で話題になったと、うん、それは可愛い愛情表現という回で、うん、朝波平が目を覚ますと、うん、枕元に愛するお父さんへと書かれた手紙があり、それを読んだ波平は船にさりげなくアイコンタクト、船がお父さんよろしいかしらと尋ねると、波平はああいいよと何かを承諾する、そのやり取りを不思議に思ったサザエが船に理由を聞いても船は秘密とごまかすだけ、結局船が波平に手紙を書いたのは欲しいものをおねだりするためだったが、愛情あふれる微笑ましいやり取りが描かれたと。でこの回は他にも出勤するノリスケに妻の太鼓がベランダから投げキッスをしたり、サザエが笑顔でマスオのほっぺにキスしたりと、夫婦のイチャイチャシーン満載、まさに愛情表現がクローズアップされたエピソードになっていたと。ただこういうのはあんまり普段お目にかかれないサザエさんのそういう
ね、そういうシーンなんで、うんまあ、視聴者はすっかり動揺して、うん、なんか生々しい回だったとか、うん、サザエさんで急に夫婦感を出されるとドキドキしちゃうと、うん、何だったんだこの回と困惑のコメントが多く上がっていたということです、ね、そうだよみんな、ね、これね何、うん、サザエさんまだ見てんだっていうコメントが多くそれはニコ生で話題にすることじゃねえよなって話で、うん、そうまだやってんだみたいなまだやってんだねまだやってますね、うん、すごいねカツオは戦前生まれなんだね。ああ、うん、すごいよね、うん。どうですか、日野さんぐらいじゃん、カツオ今。カツオ？カツオ74歳。カツオ74歳。わがままな中学生を殴るカツオ。パシッ僕も父さん殴られてきたんだ、パシッ波平めっちゃ殴るじゃん。バカモンっつってね。つって。な、うん、あの人がなガンダムのなナレーションするなんて面白いよな、あアニメってな、うん、確かに、うん、宇宙世紀なんとかとか言うじゃん、うんうん、それであの人今それでそれでこの話やめますか特に言うことないなこれ取り上げる必要ないんですお前長谷川真知子なめんなよ誰がなめてんの真知子がいないからっていい気になるなって話だよ真知子の目は今でも光ってますよ世田谷で、はいはいはい、世田谷の美術館で桜新町でしたっけ桜新町で、ねうんま、町子はね嘆いてますよ、うんはい、あんな私のサザエさんじゃないよって言って言ってますよ、ね、今頃いや、うん、サザエさんのことをより言わなきゃいけない時代が来たと思ったよ、うん、そう今日、うん、どうしちゃったんだサザエさんはっつって、はいはい、サザエさんって何かって話ですよ何ですかサザエさんってサザエさんってのはね、うん、おてんばキャラなんだよはいはいはいおてんばなんだよ、うんうん、財布を忘れて愉快なサザエさんなんでそう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 お魚くわえてドラ猫を追っかけちゃうんだよ、うん、裸足で、うん、そんなちょっとワイルド&ファンキーなおキャンなワンダーウーマンですねワンダーウーマンワンダーウーマンサザエはワンダーウーマン日本のワンダーウーマンなんですねそうですそうでしかもあれ戦前からのキャラですよ戦前からですねこれ意味わかりましたね意味封建社会ですねそうですね封建社会でおてんばっていうのはどういうことかっつーと、うん、これ女はおしとやかにして いなさいと言われる時代のアンチとして出てきてるのがサザエさんはそして主人その書いた作者っていうのは女性であるということが大事で、うん、これはだからでしかも田川水宝野良黒の作者のところに弟子入りしてた人が要するに戦前を象徴するしかも野良黒って軍隊に行ってますからね、うんはいはい、あだからあのそういった男社会それから封建社会みたいなもののでもね一回弟子入りすんだよ、うん、すぐホームシックになってすぐ帰ってきちゃうそうなんですかそうそうそういう可愛い人なんだけどね、うん、あの真知子さんっていうの、ねうんうん、で実は結構なコミュ障だったへえ知らない知らないそういう話、うん、それで、うん、なんか交渉事になるとお姉ちゃん言ってよって3姉妹なんだよへえでお姉さんが大体外交官あで真ん中がサザエさんでじゃあサザエさん真知子さん で,、はい、で妹もいて、うん、3姉妹でやっててだからその3姉妹で単行本を出すことになるわけえ自分の漫画ええ待って3人でやってたのそういうことええー、一人じゃなかったのサザエさんサザエさんを書いてるのは真知子さんだけど会社をやってたのはお姉さんそういうことね、うん、チームだから編集でありまあだからその、うん、そういうことですねだからもう SSS っていうマークがあって、うん、スリーシスターズですはあ、そうだから会社の名前が姉妹社って言って、へえ、自分のよう知ってんな、自分のコミックスをみんな知ってたんや、大手の出版社から出すっていう時代じゃなかったんで昔は、うんうんうん、だから自分たちの力で同人誌みたいに出してたっていうのが姉妹社の始まりで、うん、なんと全何十回、50何回、60何回かな、結構な関数出して姉妹社でやってるっていうね、うん、でこれどういうことかっていうとね、この家族あれなんだよ、お父さん早く亡くなってんの、高校の時に亡くなってんの、うんうん、でね、長谷川家っていうのはね、もともとね、佐賀の人なんだけど、はい、九州で福岡に行って、はい、それで、まあ、お父さんが亡くなっちゃったんで、それを機に一回東京に行くんだよ、うん、で、それで戦争があって、まあ、疎開してみたいなことをやって、うん、で、まあ、そこで、まあ、お弟子入りするんだけど、まあ、とにかくね、いいお父さんだったらしいんだよ、うん、優しくて、でね、お父さんみたいな人がいいなと思ってたのが真知子さんで、うんうん、で、まあそんな思いがあって一生独身なんです。お父さんみたいな人がいいなと言いながら、でお姉さんと妹は結婚する、お姉さん離婚するんだけど、ね、うん、みたいな感じで、うん、でそれで仕切ってたのはお母さんだった。で最初に出した版がね、で 横一かなんかでね、で出版したらね返品されちゃうんだよ、置けないからっつって、大量な在庫を抱えて途方に暮れてたんだけど、いや版型変えてもう一回出せばいいじゃないっつって、家中在庫だらけなのに、うん、へー、出せって言ったのお母さん、
で2巻を積んでそのなんか、うん、あの車とかに積んで、うん、各書店にあの長谷川兄弟が姉妹があの直接本屋さんに売りに行って、うん、これがヒットする、うん、それで在庫もなくなってみたいなのが姉妹社のスタート、うん、だから要するに同じからなの、うん、自費出版からってことですね。そう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 、うん、ですごいポイントは何かっつうと、うん、マスオさんです。マスオ、マスオさんは最初出てないです。あ、そうなんだ。サザエさんはサザエさん中心の家族 で、うん、1回目の連載が終わるとタイミングで、うん、ドタバタと終わるんだけど結婚させて終わっちゃえばいいやっつって結婚して無理やり結婚させて終わらせちゃうんだよ、はいはい、サザエさんってその時にマスオさんと結婚して終わりましたって話で終わらせたんだけど、うん、サザエさんが全国区になって再会する時に、うん、あまりにその男どうでもよかったんでしょうね、マスオさんのこと顔忘れてたんだって、マチコさん。あ、書いてたのに。あれどんな男だっけって言ってたっていうさ。そうそう、まあ、これこの辺の下りはやばいあの NHK の連ドラのマーネーちゃんっていうので一回なって、割と実を言うとある世代の人たちにはみんな有名な話なんだよ。でマチコさんがなんで結婚しないのかっていう話の時にね、インタビューで答えてんだけど、夫や子供の世話で一生送るなんて我慢できない、自分の方がお嫁さんが欲しいくらいと妹に言ってるんだってさ。つまりマスオいらねえの、うん、マスオいらねえんだよ。だからマスオ投げキスしないしないチューしないしない、いらねえんだもん最初から。そうで、でお父さん買ってちょうだい、そんな時代じゃないですから、私にプレゼント買ってちょうだいなんつって、こんなアメリカナイズされて、そんな全然サザエさんじゃないから。あ、もっとないってこと。そう、サザエさんっていうのは、うん、サザエさんっていうのはその世界の中で封建社会をからかってるの。だからお父さんがけしからんって言って一番かっこ悪い目にあったりするの。あー、なるほど、皮肉なんですね、うん、あれは。なんかね、よく覚えてるね、面白い、好きなのがね、飴のね缶かなんかがあって、でその飴の入り口のところにね、うん、墨を塗ってあるいたずらを誰かがするんだよ、はい、カツオかなんかかな、うん、でサザエさんやってサザエこうなって、うん、でギャーッつってカツオいたずらしてっつって、うん、なんだ想像しいって言ってる波平の目にこう墨がついてたっていうのがあるわけで、このオチとかですごいいいなと思うのが、やっぱり偉そうなお父さんからかってていいねっていう、うん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 、つまり昭和の女たちがちょっとずつ自由になってきてる、うん、はいはいはい、封建社会からちょっとずつささやかな抵抗をしているっていうのが昭和初期の、まあ、中期の女たちの理想だったんだよね、うん、だから そういう雰囲気だったなっていうのがまああって、だからこの今更なんていうのかな、こう家族が崩壊している日本社会みたいなものをどうにかしようよみたいなことを言った人がいるでしょ。でそれを、これはねアニメのせいよなんつって、いやアニメのせいじゃないですよじゃあなんとかなんないからサザエさんがラブラブになればいいんですあそこは不倫じゃないですからね、本妻ですからねつって、本妻夫婦が2人も出てますこれイチャイチャさせましょうっていう流れがどっかであったんでしょう、陰謀論ですけど私のでもサザエさんはそこじゃないよって、男に期待しないのがサザエさんスタイルですよっていうことなんですね。はいはい、わかりました。マチコ、オッケー。これでいい？オッケー。スピリチュアルオッチということで。マチコ、マチコ、マチコ、オッケーです。うん、なるほどね。うん、まあ納得感ありますね。そうね、うん。そうですよ。信じるか信じないかはね。うん、まあまあそんな個人のあれなんでね。そうですね。うん、個人の。あ、マチコ、オッケーって言ってんね。ありがとう。あ、レジ正しいわよって言って、オッケー。ありがとうね、マチコ。まあそんなサザエさんは果たしてどっちなのかっていう部分もあるんですが、続いていきます、はいはい、漫画はティーンを救う、うん、漫画のおかげで娘が非行に走らずに済んだという父親の言葉ということで、うん、カズドンさんっていう方がいて、漫画家なんですけども、うんうんうん、カズドンさんの描く漫画に海外のファンが大勢いるようで、ある日ツイッターの投稿に、うんうん、以前お呼ばれしたサンフランシスコのコミコンで、読者の女の子についてきたお父さんにがっしり握手され、うん、君が漫画を描いてくれているおかげで娘は薬もやらず非行にも走らないオタクになってくれた、感謝していると熱く語られたと、うんうん、で今描いてる漫画は誰かを救うかもしれないからめげずに描こうなという、まあまあ同業者に対する励ましというか頑張ろうぜみたいな、うん、あったかい、ツイッターがサンフランシスコのお父さん、サンフランシスコの外人ですよね。昨日ジャイアンツね、サンフランシスコジャイアンツ勝ちましたね夜中の2時半までやったね、2時半までやったね、
前田負けちゃったね。いつから野球好き前田応援してたらいいね。俺実況とかやってんのにこの前田前田ダンスやるもんな。マイケン体操ね。マイケン体操ダンス。はい違ったダンスじゃないよね。ダンスといえばまあダンスですけど。いやまあまあまあだからつまりそのサンフランシスコが漫画読んでんだね。要はアメリカは薬社会だから、うん、その不良とか、うん、薬とかに手を出さずに、うん、そのオタクになってくれたおかげで、うん、まあピースフルに育ってるよっていうことで感謝されたと、うん、でだから漫画が、まあ、さっきも言いましたけど、うん、その悪影響を与えてるとか、うん、なんかこれで犯罪が増えてるとかって、まあ、よくいろいろ言われるんだけれども、うん、そうじゃなくて誰かを救ってる面もあるんだよっていうことの、うん、まあまあまあニュースというか、まあ、そういう話題、ヘロインがありクラックがあり、うん、コカインがあり、うん、そこに漫画っていう新しいドラッグをぶち込んでくれて娘が決めたのは漫画だったから娘は助かったよっていう悪意あるな、そういう感じ、うん、そんな感じ西海岸は、うん、嬉しいじゃんそれは、はい、それとだからあれなんだよ、覚醒と麻酔の話ちょうどドラッグつながりでいいね、ダウナーとアッパーの話になるよなって話でさ、うん、そうそうそう、まあ、漫画をティーンを漫画がねティーンを救うかっつったらね、はい、そんなの救うに決まってんだけど、はい、あの漫画家が言ってんだからそれは間違いないんだけど、ね、救わないからみたいなとは救われるわけねえべって話、うん、ただしまあね、あんな萌え漫画とかね、はい、獣フレンズがどうとかね、あんなものばかりね見てね、生殖を諦めてねどうすんなみたいな人いるじゃん、萌えばっかり見てどうすんのって言わねえ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 、俺分かったから大事だから萌え、大事、萌え大事、萌えが大事、萌え大事だから、はいはいはい、萌え大事だから、で俺その説明ちょっとしようと思って、はい、あのこれすいませんね、かんあの公式ではね言ってないですけどね、はい、ヤングサンデーではね散々やってるやつですけどね、うん、コンテンツには2種類あるって、あ、はいはい、来ました来ました、同じやつですね、はい、これ、はいはい、久しぶりだねこれ出すの ね、 すねこれね、コンテンツには学生コンテンツっていうのとね、これコカインの方ですね、これ麻酔コンテンツ、これヘロインの方ですね、うん、っていう2つのドラッグがありますよっていう話で、うん、はい、コンテンツってね、でまあこれざっくり言うとさ、あこんな世界もあんだ、俺現実的に現実でも俺頑張ろうと思ってし思わせる力があるのが核戦コンテンツだから、これはさ、まあ言ってみれば昔のスポコンなんかもそれに含まれる、うんうん、努力と根性でも未来は開けんだ、ボロボロになるまで戦うのってかっこいいよなみたいな70年代のコンテンツから、うん、こんな風に物事考えたっていいんじゃって、だからウホホイだってちょっと核戦は入ってるわけだから、入ってるんだよあれ実は麻酔のようで、そうなんですか、だからあれってさ、なんか実はレジスタンスだったんだよね、だからその、 あの無表情で、じゃあ無表情じゃないですよ、うん、小さいその女の子があの月まで ぶっ飛ばすことができるっていうのは、うん、あれはなんていうのかな、なんかそんな力があるんだよっていうような、ある種の覚醒っていうか、まあ、常識を破壊してるんだよ、はいはいはい、うん、それはそうですね、うん、そうそう、あの、うん、なんだっけニコちゃん大王とかもそうですしね、だからそういう形で、うん、殻を破って、世界の殻を破って、うん、ヒダは外へ出ていくというのが、はいはい、まあ、ウテナ覚醒コンテンツですわ、はい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 、まあで麻酔コンテンツっていうのは何かっていうと、そんな現実で戦ってんですよ我々はと、うん、死んじゃいますよこんなきつい現実でたまには休ましてよと、たまにはあのすごいとかいう島で女の子の形をした生き物たちに囲まれていきたいですよっていうので生き延びようっていうのが麻酔コンテンツで、うん、でこれ実はさ、俺これずっと思ってたんだけど、これ、うん、麻酔バカじゃねえかって怒ってたの昔、はいはいはい、で俺は覚醒ばっかり書こうとしてたの、うん、でもこれで売れないから、うん、麻酔痛いなんか痛い、うん、ぐさぐさって、はい、刺さりながら喋る、はいはい、ダメだ売れない麻酔のふりをするぞほうほうほうって言って、この漫画読むとモテるぜ、うん、オタクでも、うん、っていう風に言う麻酔栄養分を麻酔成分を加えることによって、あのとりあえず漫画を続けることができたんですよ、はいはいはい、私はビーバージンという漫画でね、説得力あるあるだろ、うん、そうでもしないとダメなんだよ、富樫、はい、もそうだったんだよ、富樫頑張ったんだって話なんだよ、ほうほうほう、この後しますけど、はい、そうそうっていう話 でそうなるとさ、あの、最近ね、はい、そのこのどっちも大事だなと思いながら、どうもこの覚醒がまた受けねえなっていうのがすげえあるなと思ってて、はい、ほんで80年代にその、うるせえやつらが出てきた時に、うん、それまでのスポコンっていうのはダサいよと、うん、それからそのタッチでね疲れるから嫌なんだよって言うじゃない、
だからその熱いのは嫌だよって覚醒批判をするわけ、実はね、うんうんうん、でそういった、あれだから推しの、あの、ま、推し守る の、 あのうるせえやつらはあの麻酔を覚醒にしちゃおうとする試みだったん、ね、ビューティフルドリーマーを、ね、あれがだからその後半にアンチ、まあ、そのカウンターとして出てくるくらい、うんうんうん、まあ、その覚醒を批判するっていうのが80年代に流れあって、その後 You are shocked って始まるわけ、はい、だからあの北斗の拳が始まるわけですよ、はいはい、あれ一見麻酔なんだけど覚醒でもあるみたいな、ちょっとね熱い戦いをメタ視点で笑ってるとこあるんだよね、どっかで90年代の熱いものって。北斗の拳、北斗の拳、そうそう、でそこでガチで感動する、あれってね間なんでポストモダンなんだよ、なぜかってヒデブなんだよ、でヒデブで笑ってたの、でもスラムダンクになると笑ってないんだよ、あスラムダンクだと本当にガチ覚醒の方に行くの、うん、90年代って。だから80年代って一回ガーッと麻酔に移ってからもう一回90年代に戻っていく、うん、でこれの揺れが常にあるなっていうのがあって、つってさ、うんうんうん、でまあ最近のね萌えの話ね、うん、萌えばかりじゃないですかっていう、うん、右も左も萌えじゃないですか、まあまあまあ、で、はい、そんなんでいいのかなと思ってでいろいろ考えたんですけど、これもしかしたら、もしかしたらあまりにもひどい現実で、はい、現実がひどすぎるから、はい、覚醒して社会とか出ちゃったら、うん、もう残業で死んじゃうかもしんないじゃん誰とは言いません、ね、誰と真っ白じゃないですか、うん、真っ白なファミリーですから、ね、もう心配じゃないですか俺、うん、あいつを点滴したいもん、あいつに点滴をしたい点滴をしてあげたい、まず日光浴させてあげたい、まず日光浴をさせてあげてとりあえず落ち着かせてあげたい、うん、でもあいつを落ち着かせてんのは何かっつったらフレンズたちなんですよ、うん、萌えキャラがあいつの命を救ってんですよ、そしたらねこれもしかしたらね俺はねこれある種のコールドスリープ戦略なんじゃないかと思うんですよ。あーなるほどね、萌えという萌えカプセルで最悪な現実をとりあえずしのいで命だけを、だから防空壕ですねこれで例え多いな、防空壕の中にいてね、うん、お前は戦わないのがお国のためになんつって、はいはい、でなブラックと言われる企業にね入ってね戦うんだよみたいな、うん、いや嫌ですよ、うん、いやです、僕はあれですよ、ケモフレ見たいっすよ、だから帰りまーすって言って、うん、この中に入るやつの遺伝子が最終的には残るんじゃないかって話です、うん、あれそうなんだ、そう、だってなんでかっていうと覚醒して出てっちゃうとすり減って残業しちゃうから、みんなのために残業しちゃうんだみんなのために残業してる場合じゃねえんだよ、なんでかっていうとそんなお金はパナマ経由で一部の人たちのフェラーリとかなっちゃうわけじゃんだからここは冷静に、こんな時代だって戦争だって5年しかなかったんだから、うんうんうん、5年経ったら全然違う時代が待ってたんだから、だったらこんな時代長く続かないんだから、うんうん、VR をつけて萌えカプセルの中で生き残れおという戦略ではないだろうかと。なるほど、話ですよ。戦略というか、まあ、自然とそこに向かってしまってるというか、で後になってね、今はね、うん、オタクだとかね、うんうんうん、お前らリアルのね女の子触ったことねえじゃねえかとか、うん、いろいろ言われて迫害されてますけども、うん、いや振り返ってください、戦争中に反戦活動してた人と一緒じゃないですかっていう、白樺の人たち一緒じゃないですか、うん、彼らこそは小林武二なんじゃないですかって、はいはいはい、現代の小林武二は秋葉原にいるんじゃないですかっていう話ですよ戦ってるわけですよ、このそのあの歪んだ資本主義社会とね、はあ、っていう話で帰ってきて急にさあーねー思い出した曲が1曲はあります、はい、曲で、うん、予言のような曲が何でしょうありました、うん、5、6年前の曲ですね、もっと前かな、5、6年前、はい、相対性理論っていうバンドがいますよね、はあ、薬師丸えっちゃんが歌ってますよねその名も小学館って歌がありますよね。あるんですか。小学館って歌知らないですか。知らないよ。知らないの。知らないよね、スピリッツ呼ばせてベイビーだよ。知らないの。スピリッツ呼ばせてベイベー、モンスターの、謎解き任せてベイビーって、モンスターはスピリッツでやってませんよっていうツッコミまで込みのやつですよ。知らないですか。知らないんだ。そのね、この歌詞、大久保さん聞いてくださいよ。うん、その歌詞の中で、外は大洪水。うん、今日から3週間、はい、目覚めちゃダメだよベイビーっていう歌詞なんだよ、はい、うんうん、外は大洪水、うん、起きたら目覚めたら起きたら危ないベイビーって言ってるの、うん、でもね世界が終わったら、うん、漫画読めなくなっちゃうなってでスピリッツ読ませてベイビーっていう
で、ひいきは小学館っていう歌詞が出てくるんだけど、うん、これ外は大洪水、うん、寝てろよって言ってる、うん、コールドスリープですこれ、うん、漫画読みながら、うん、っていう素晴らしくないこれ素晴らしいです素晴らしい歌詞これな、こんなこと言ってんなと思うと、なかなか、これ相対性理論の、この曲を書いた相対性理論の主な曲を作ってる人が、はい、小学館の編集者の友達だったらしいですけどねあれこれ そんな話はとてもいいですけど忖度してるじゃないですかあやばい忖度ですよおやおやひいきは小学館ですからねシカーダも連載してますんでスピリッツ、あ、なるほどスピリッツにはシカーダも連載してやべえ41分そ, うそうそうで、あのちょっとまあざっくり言うと、うん、あとね、あのこの間のペルソナ5ですわペルソナ5酔いですわ、はい、僕はあのペルソナ5中毒なんですよすいません皆さんペル中ですよね言いましたけどペル中なんで、うん、ペル中でお前終わらせたよペル中いつまでもペル中でいられないなと思って寝ないでやったよついに寝ないでやったの忙しいのにほんまめっちゃ中学生なそう寝ないでゲームやるやりましたやりました、うん、そうめっちゃ覚醒だっためっちゃ覚醒でしたあちょっと限定の方でちょっとだけ喋りますあ分かりましたそれとねあとねペルソナ5終わったよっていうのを、うん、じゃあそう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 うんまあいっかあとはあのあれだよねあれやった方がいいよね。トカシが待ってるよね。トカシやっちゃおう。そうそうそう。はい。今日のメイン行きましょうか。はい。ハンターハンターの件なんですけども、うん、救済。はい。決定。うん。ということで、まあ、うん、今週号からもう載ってなかったっけあれ。もうないよね。うん。で、先週号で終わってるんですよ。うん。わけわからんところで終わってて。そうなの？読んでないでしょ。トカシ、頑張れ。俺トカシのファンだから、ハンターハンターのファンとか言ってないじゃん。ほーおーおーなるほどね。俺ジョジョのファンとは言ってないけど荒木さんのファンだもん。おー荒木さん大好きだ。そういうのあるんだ。なんかあったらダメ？水谷豊のファンだもんみたいなことね。そうだよ。相棒のファンじゃないよ。お前この番組見てるやつ全員さ俺の漫画読んでるか？ほらすごい返し来たほらそうじゃんかよそうだぞそういうのう確かにそういうのもいいんだよ、うん、そうで、うんうん、で、これどうですかこの今日はもうなんかいい謝んなくていい謝んなくて分かってんだからもうそんなそんな分かってるからぐぬぬとかいいからごめんねごめんねあ全部読んでるやつもいるよなそうだよなありがとうそうそうですよ奥野さんハンターやりましょうハンターいやだからまあレイさんねツイッターでも予告してましたけれども、はいはいはい、トガシメソッドあるあるある、うん、解明したということなんですけれども、うん、これは一体どういうあのさなぜハンターハンターがこんだけ受けるか、はい、もしくはトガシヨシヒロとある漫画家なんでみんな、まあ、こんだけ騒ぐかっていう話、うん、とまあ俺があえて言えるならば、はい、本当は嫌なんだよんそのハンターハンターの話とかしたくないんだよ本当は頼まれたからやるんだけどはいはいはいそう、うん、でなんかそのツンデレですね現役のね漫画家さんだからねちょっと分かることあるんじゃないですかとか、まあ、その救済の、ねうんうん、気持ちとかね、うんまあ、そうかもしんねえななんて思って、うん、なんかまあいろいろ見てたらさちょっと弁護したい気持ちになっちゃったわけトガシ同い年ですか同い年なんでおおしかもデビューも一緒なんで同い年おお戦友じゃないですか戦友ですだ井上とも井上も86年デビューだから井上武彦ね、はい、とあいつもまたいろいろ言われててちょっと待てよネットとお前ら大好きだったんじゃねえのかよと、うんうん、ちょっと限定で井上の話するけど、はい、とりあえず富樫を弁護したいなと思って、はい、そうそうそうでまあそのまあハンターハンターですけど、はい、まあ いわくつきのまあ話もあってあのうちのアシスタントのダロメオンがいるじゃないですか、はいはいはい、元アシスタントが、うん、あいつ思えばねイニシャル D さんがねイニシャル D さんが、ね、俺がゼブラマン書いてる時にね、うん、なんか知らないけど朝いなくなってね、うんうん、それでね、うん、嬉しそうにね俺じゃないやつの漫画の単行本を持ってね変えましたって知らねえよハンターハンターっていう漫画だったんですよそれがおなんかアリと戦ってたらしいじゃないですかあキメラント編の、うん、そう、はいはい、そうそんでこれをねどんだけ楽しみにしてたかそしてこれがどんだけ素晴らしいかっていうのを俺に言いやがってあいつそれ聞きたい同じ漫画、うん、ダロ君のそれ聞きたいそんでね、うん、で、はい、はなるほどそうかと、はい、だけどこの絵はどうなんだと、うん、いいのかこんなに荒れててっつっていいんです
それだんだんあちょっと前富樫ってパンクなんじゃないかなと思って、はい、俺ちょっと見方ちょっと変えたりなんかして、うん、みたいなそれチラチラ見たり見なかったりしてたみたいなのがあってさ、はいはいはい、それでその今回ね富樫メソッドってこうなんじゃねえのって俺なりの分析をしていたんだが、はい、まあこれちょっと待てとその前に、この放送でやる前に、はい、あいつに聞かなきゃダメだとで、ダロメオに電話しましてですね、うんうんはい、こんな感じで間違ってる俺っていうお確認しましたからそこは岡田斗司夫ではなくあ岡田さんは岡田さんのねあのやってるラインっていうのがあって あっちはね俺の専門外なのはいはいはいあのね漫画家じゃない人側から見てるあーなるほどで俺とドラは漫画家側から見てる富樫なんで、うん、岡田さんのやり方は岡田さんのやり方でいいんで あっちはあっちで楽しみにしてもらいたいし岡田さんにあれ続けてほしいんだけど俺たちはあの漫画家って何ってところからもう行くわけよ、うん、でね漫画家にとって一番幸せなのって何だと思ういい絵が描けた時じゃないですかいい線つくねいい線つきました今日はいい線つくねいつも外してるみたいなあのね大体ね、うん、あのね富樫もねあのそうなんだけど漫画家にとってね本当に原則ってその基本的には何かっつったら、うんうん次どうなんですかって聞かれるのが一番嬉しい。なるほどなるほど。しかも連載中だったら特に、うん、次が楽しみでしょうがないですっていうのが一番の賛辞なわけ、うん、でその2番目があの漫画で僕人生変わりましたって言われるのも結構嬉しいわけ、そうでいい絵が描けるっていうのはもう一個別枠にあるんだよ、うんうん、で実は富樫っていう人はそっち意外とないがしろに見えるんだけど意外とそっち側の人間なんだよ、うんうん、いい絵が描きたかったし完成度が高いものを描きたかったんだけどあの過酷な状況で描けなかったっていうのにずっと苦しんでた人間なのね、うんうん、調べや調べるほどさそのまあ苦しみ方が半端じゃなくて、はい、やっぱ辛いよねでやっぱりあいつがあの人がね悠々白書の後半でだいぶやばいことになってると、うん、でそれで終わった後に揉めてるって話も聞いてた、はいはいはい、でそれその後にコミケに現れたって話知ってる知らないですコミケに現れて自分で同人誌を勝手に売ってまた大騒ぎになったってことでその時に自分のキャラクターを、まあ、殺した殺さないみたいな、うん、結構ひどいんでだから終わり方もバンバンバンと終わっちゃうんだけど最後の方、うん、なんでさっきまで盛り上げてたのに全部やめんのみたいないきなり現実世界に帰って終わるんだけどさっきまでのみたいな感じで終わるんだけどそこでその自分で誘惑の最後です、うん、でそっから自分がどんな辛かったかって話をね同人誌の中でめっちゃ書くんだけどここにそれがあるんですが、はい、こんな細かく書いてあるんですよこれがだからその連載を終えてしかも連載を終えてって書いてあるんですけどそこに振り返れば敗北宣言って書いてあるへで、まあ、なかなか辛いんだけどねまあその辛そのね徹夜をすると心臓に痛みが走り出すようになり徐々にその感覚が詰まってくるようになったと、うん、もうね体も限界だったんだよで要は1週間あるうちの半日ぐらいしか寝られないみたいな感じであとは全部仮眠だと思ってでそうしないと自分の納得する絵が描けないんだけどアシスタントも入ってるしみたいな、うん、だから結局自分の納得する絵を描こうと思って、うん、いいやと思ってで、まあ、寝る時間もちゃんと取んなきゃダメだとかってやるとめっちゃ押したんだってで迷惑かけまくってそれでまあだけどこのまんま仕事で過労死は嫌だ、うん、ぽっくり行くなら遊んでいる時か趣味で原稿書いてる時がいい、うんうん、カラー原稿怖い読み切り怖いって叫んでますから絶叫ですよこれお前富樫のことお前誰が責めんだよバカ野郎っていう話じゃない、うん、だってこの悠々の時にねでこの後、まあその一番のストレスは何かって言ったら原稿が満足にできないっていうそれが一番のストレスでそれがそのストレスを解消することは一人で原稿を仕上げることだったっていうもうね漫画の苦しみを漫画で解決させるっていうのはよくある話なの、うん、そうなんですかあるあるあるだからこっちの漫画辛いから、うん、こっちの漫画で生き抜きしなきゃっていうのは漫画家はやるんだよでもやってることは何かっつったらひたすら地味にデスクワークして腰も悪くするっていう、うん、だ今だからほふく前進しかできないみたいな時期があったらしいじゃんだからずっとその腰を痛めててねでうつ伏せで書いてるみたいな噂もあるわけ、うん、でまあそういう状態の中で、まあ、ギリギリでやってるのがまあ富樫義弘という男ですねつってこの人は、で俺ちょっと思ってたのあの荒れた絵を見ててこれあれだなと思って少年ジャンプって、空をねトーン張らないんであんまり
ほうほうほう。でね、ある時期から空を表現するときにトーン張ったりグラデトーン張って雲を削るんだよ、うん、で俺江川さんのとこで散々雲の削り方やらされたの。ほう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 。藤島康介と一緒に、うんうんうん、スクリーントーンを削るというテクニック、はいはい、あのね、トーンナイフを寝かすんので腹で削るの、はい、そうするともうぼやっとした感じになるって、これすっげえ大変なんだけど、うん、決まると嬉しいわけ、うん、で雲ってどういうのかなみたいな。だけど鳥山明が登場して、うん、ドラゴンボール描くことになると、うん、トーンなんか張りやしね、うん、細い線でサラサラサラって雲描いちゃう。でこの流れがあのね、ある種その線が太くなる、太い線から細い線になるっていうのが80年代にブームになるんだけど、うん、細くなるね、うん、その後さらに白くなるっていう流れがあるんだよ、ドラゴンボール以降、うんうんうん、で俺それのね、行き着く先何を言ってるかっていうと、うん、面白いネームだったら、うん、絵なんかどうだっていいんだよっていう鳥山さんの叫びを俺富樫が継いだのかなと思ってたの、レベル意味ながら、見ながら。あ、それくらい自信があるのかなと思ったら、うん、だからパンクだと思ったし、はいはいはい、オッケーかっこいいじゃねえかと思ったら、うん、本人違ったんで、本人はちゃんと書きたかったんで、うん、書けなかったからこうなったまんまブラ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 ってもう震えながら書いてる、 あれ状態だから不本意なので、よくわかるんだけど、不本意な漫画をね、原稿をね出す苦しみっていうのはやっぱ漫画家しかわかんないでしょ、うん、本当は書きたかった、うん、ちゃんともっと時間があればもっとちゃんと書きたかった、でも書けなかったみたいな苦しみとずっと戦って、うん、だからずっと言うと、あのなんかバスタードのさっていう萩原海人さんいるじゃん、うん、あの人の原稿見せられたことあるんだって、うん、めっちゃうまかったんだって、うん、こらかなわねえなと思ったらしい、うん、でなんかあのその、セーラームーンの人と結婚するじゃん、はい、竹内さんと、あれもなんかその萩原さんつながりらしいね、萩原さんあたりからのつながりでなんかまあ出会ってみたいな感じ で要するに萩原さんの周りって絵師ばっかだからね、あーなるほど、北川もいるしね、あと多分上條さんなんかもいたと思う、だスーパー絵師がね、80年代のヒーローたちがいっぱいいる中に富樫いたんだよ、うん、これは辛いよ、うん、結構だからなのに自分の絵は荒れていくっていう苦しみの中ずっとやってたんだなっていうさ、なんかなっててなんつって、そう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 、であの編集王って漫画読んだことある？土田正樹の途中まで読みました。でもう書けなくて勘弁してケロっていう漫画が出てくるの知ってる？どうやら富樫さんはそう編集王の中で、うん、のそのフレーズをパロディで同人誌で書いてたらしいね。へー、もうあの悠々白書は勘弁してけろっていうやつを書いててとか書いてなかったとかっていう話聞いてますね、はいはい、でね、もう一個ね、ハンターの前に、うん、その触れなきゃいけないのがその悠々白書の暗黒武術改編っていうのがあってさ、うんうん、でねそこでね、うん、出なきゃいけないことになるんだよね、うん、3人のキャラクターが、彼らに拒否権はなく、うん、そう生き残るためには勝つしかないっていう武道会に行くんだけど、うん、もうこれねジャンプそのものでしょ。そうですね、選択肢ないんだよ、うん、行くしかないし勝つしかない、うん、それが少年ジャンプ、うんうんうん、もうだからこれは新章風景としか思えないね。でこれぞあの頃のジャパン、今のジャパン、うん、死んだらおしまい、うん、そこの気持ちとリンクする、うんうん、読者のその気持ちと、うん、っていうのもあったなっていう話ですね、うん、っていうさ。でね、そこからじゃあ富樫メソッドいきます。はい、時間ちょうどいいくらいかな。あのね、富樫メソッドはね、うん、あのこの間見てた人心の乱をねちょっと思い出したんですけど人心の乱のね、うん、ことやってる番組見たの、はい、そしたらね、まあ、最終的にはあの人心の乱ってさ、あの大友っていうさ、あの若い天皇をさ、まあ、天皇大王をさ、そのまあその大きみ、ね、大きみをさ、うん、おなんつうの倒すって話じゃん、はいはい、で倒すそのあの なんだっけあの人、大天の王、大天の皇子がね、うん、その人が、まあ、初代天皇を名乗る、そう天武天皇、天武天皇になるっていうさ、うん、でどうやってやったかっていうとさ、うん、不満の溜まってた豪族たちを味方につけて、そうそうそう、悪いのあいつだからやっちまえっつってやったって話なんだけどさ、これの解説でさ、あの磯田さんって人がうまいこと言っててさ、はいはい、炎上をするっていうのは乾いたとこなんですよっていう、乾いたとこ、つまり不満が溜まってた豪族、うんうんうん、だから不満が溜まってる、要するに、うん、潤ってない、うんうん、乾いてる、火がつきやすい、うん、だから誰かに火ついたら、うん、そうだっつってバーって、これは、暴動や内乱や革命もそうだけど、うん、ヒットもそうなんじゃねえのって話につながるんですよ、
はい、うん、つまりヒットする要素っていうのは、うん、乾いたところに火をつける、どこが乾いてるのかっていうのを感覚的に分かってるやつがヒットメーカーになるって、はいはいはい、っていうことで、はい、でこれいろんな人がこのパターンで成功させてるんだけど、はい、実にうまいのがだから、富樫はそれをミクスチャーで見事に、なので時代ごとにやってて、ほうほうほう、それがすごく面白い。どう、ちょっと詳しく、うん、で、悠々白書の あたりから始まるのは天下一武道会でしょ、うん、で、まあ、要はそれまでのジャンプスキルっていうものが、うん、入るんだけど、すげえうまいなと思ったのがこのハンターハンター98年スタートなんだけど、うん、これ何が最初に始まるかっていうと、ポケモンスタイルでスタートするの。ポケモンの冒頭みたいな感じで冒険が始まるの、はい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 、俺はだからポケモンマスターになりたいみたいな感じで出てくる、はい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 、で仲間ができて、うん、みたいな、ワンピースのでジムに行くぜ、ね、行くぜみたいな感じ、うん、でそんな感じでハンターなるよくわからないものになるんだと、抽象的な感じになったもの、しかも父ちゃんがやってたらしいみたいな、その漠然とした感じで、これだから RPG のスタートで始まるの。そうですね、そう、うん、でパパスがいてみたいなことでしょ、うん、そう、うん、そんでそこから始まるのが資格試験なんだよ。そうですね、でこれってまあ後々ね、学校内バトルっていうのがね、うん、ナルトとかもそうだし、ナルトがそうだし、ハリーポッターもそうだし、うん、バトルロワイヤルもそうだし、うん、でアンソスキュースもそうだし、そう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 、みんな実を言うと、うん、それまでの物語っていうのは混乱があって外へ出ていけで終わるんだよ。はいはいはい、ここではない、だからどこかへ、どこかへ、うん、だからルカはアメリカに行くんだよ。ああ、なるほど、ルカはアメリカに行きます、ね、最終回は空で終わるんだよ、うん、飛行機飛ぶんだよ、はいはいはい、だからそのウテナも外の世界出てる、はい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 、外の世界なんか出られませんって振り切るのがこの辺りなの。俺の同じ世代だったら外に出ようとするんだよ、うん、だから行け、現実と戦えって終わる。俺の漫画もそう、確かにマダガスカル行きましたもん、ね、マダガスカル行くし、うん、最後だからもう空で終わってます、ほとんど、うん、そうです、ゼブラーマン大体空で終わってる、確かにゼブラーマンも空です、終わります、うんうん、だけどこの辺りから空なんか見ねえって話になるの、うん、この中で生き抜くしかねえんだよ、なんならバトルロワイヤルみたいに周りの人間殺してでも、これ安住もそうだけど、うんうん、いや、そういう気分っていうのは結局なんだかんだ言ったって塾行かなきゃダメじゃん、学歴がなかったらダメじゃんこの世界は、っていう絶望感を受け入れることを良しとした、諦めた0年代の世代に対して設定がそこでしっかちゃんとハマってる、うんうん、これがね98年にやってるとこが憎いなって、実を言うとナルトが翌年から始まる、あでワンピースは外に行く、うんうん、1年前にスタート、もう延々に外しか目指せない、だから外側ぐるぐる回る、うんうん、でこの富樫の流れの今どこにあるかっていうと、まあ おそらくは進撃の巨人なんだよ、中にいたいんだけど外から来ちゃうよってやつ、あ頼むから来ないでってなって、うん、それはキメラントだ、そう決め、そうなんです、でそれをねだから時代ごとにやってて、おお、本当だ本当だ、どんどん合わせていく、そのチューニング合わせていく、うん、違うなと思ったら合わせちゃう、だから最初のうちは天下一武道会やってるんだよ、だけど やめちゃう、うん、で今ね、うん、実を言うね進撃の巨人も、まあ、含めてなんだけど学校の中もうダメだ、うんうん、異世界行っちゃってます、だからほとんどの作品が異世界です今だからもうケモフレも異世界じゃ異世界でしょ、そうですね、だからその、ファンタジーですね、行くところまで行っちゃってるっていう、うん、でさそういうことはやめましょうよっていう精神が俺らの世代だったらあるんだよ、うん、のだつのゲットワイルドだからね、うん、外に出てこい、うん、だなんだけど平気でそれができるっていうのがまあうまかったなっていうのはあるなっていうのと、うん、あとあの、日本人のさ夢がさ そもそもさ外に行って活躍するっていうので成功した時代っていうのはバブルまでなんだよ、うん、だからロックフェラーセンターを買収するんだ、うん、島工作みたいな、うん、外に行くことが成功だったみたいな、ダメじゃんってなって閉じてしまった時に、うん、人間あの俺たちのその下の世代ね、その世代はどう思ったかっていうと、とりあえずいい資格を取ろうと思ったこれが流行るんだよ、うん、とりあえずいい大学行けなかったら資格を取りましょうと、うん、で、うんハンターハンターはずっと資格を取ろうとするんだよ資格争いやん、資格取りバトルをずっとしてる、うん、これ辺がなかなかちょっと面白くって、夢の切符が資格試験になるっていうところで変わってるっていうね、うん、そして時代を追うごとにどんどん殺伐としていくっていう、殺伐としてこのチューニングがどん上手くなってくる、それは0年代のバトルロイヤル以降がどん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 、だから望月峰太郎が最初バタ足金魚でふわっと始まるんだけど、うん、ドラゴンヘッドになってくじゃん、うん、ああいう流れっつうの、
ああいう流れを同じ作品の中でしかも少年誌でやってしまう、なんでこれをやれちゃうのか、おそらく山形から来てるからだと思う。山形の新庄市ってところから高校卒業して、まあ、大学まで山形にいるんだよ、で二十歳でデビューだから、それで、すぐに漫画家なんだよ、中心来ちゃうんだよ、でそっからあの寝る時間もなくずっと漫画描いてる、でこの人ゲーム好きなんだよ、要するに何を見てるかっていうと山形の風景とゲームしか見てないの。 おまけに RPG スクール大好きなんこの人で、レベル E の中で RPG スクール出てくる、これエンドラに確認したんですが、で要するにゲームを作るんだよ漫画の中で。こういうのは俺の世代だとやっちゃいけないことだと思うわけ。そうなの。そうだよ、だって外に出なきゃいけないんだから。お前らそれはだから生原と一緒なんだよ、それは嘘だぞ、虚像だぞ、ウテナ外へ出ていけ、ね、うん、っていうのが俺の世代なのにしれっとそこに行けてしまうというね。グリードアイランドか。そうなのよ。それでか。でね、そのだから03年キメラント編で食われる人間という時代の恐怖感っていう生々しさみたいなのがこれ進撃の巨人につながってくるラインなんだけど、いよいよやばいぞっていうのを自分でこう察知して、これも早いんだよね。あと閉鎖国家っていうのが出てくる、閉鎖国家まさにジャパンだよね、閉じてもう、ま、いかない。その後にもうすげえなと思ったのが選挙やのね。選挙ありますね、十二神、うん、そう、その AKB 選挙花盛りの時代ですねこれね、うん、それもいけんだみたいな、すごいなと思って。でその後、まあ、これその後外の世界は、暗黒大陸だって話、暗黒大陸だっていう話ですよ。だからそこに もはやこれ進撃の巨人と一緒だよね、外の世界は怖いよ、うん、富樫にとっての外の世界って何かって言ったらジャンプ以外の漫画業界、暗黒です。暗黒なんです。痛い。あ、刺さってる。っていうねことをどこかで出ちゃっているのなっていう話で、これすげえなって思って、これはねいわゆる奥野さんね、ミクスチャーですね、だから先週ねあのヤンさんでね、限定の中で、東秀夫を倒したのはマカロニほうれん草だった、鴨川ツバメだった、はい、それはミクスチャー世代の第一世代だったって話したじゃん、あれがドクタースランプになって、その先にこのミクスチャーメンタリティっていうのをまんま完全に受け取ったのが富樫で、この人サザンオールスターズスタイルなんだよ、ミクスチャーのネタ元が分かんないくらい富樫にしてくる、ああ確かに確かに、サザンオールスターズはネタ元ははっきりしてる、山下達郎もそう、でもあの二人は特にネタ元が解けて分かんなくなるぐらいオリジナルにしてしまう、っていうことをやる。だから初期はネタがバレやすい、元ネタがバレやすい、だけどよく見ると多分これだなって、これは実はヒップホップスタイルだし、ミクスチャー時代の漫画家であると。なるほど。だからずっと、そして問題はやばいですね、時間ないんです、最後言いますけどね、ちょっと炎上してね、ミクスチャーでサザンでね、なぜかね、まあ、ドラが言ってたんですけど恥ずかしいんです読んでてでドラがね、悠々白書で泣くのが恥ずかしいって言って、だからさらっと読むようにしてたんですってなんでかっつうと、ものすごいベタで中二なんです。そうそうです、そう、誘白はで俺たち大人になるとその、なんだっけな、キルアのようなセリフをね言いそうになって恥ずかしいでしょ。キルアのようなセリフでドラが言ってましたけど、そう、普通は言いたくない、あー眩しすぎてみたいなやつ、あーはいはいはい、分かって、みんな分かってる、みんな分かってる、俺も分かってる、みんな分かってる、うん、そうそう、その中二みたいなものは、普通俺ぐらいの年になるともう消えてるんだけど、なぜかそれを保持したまんま、ずっと着地しないでいるという、つまり学校から帰ったらゲームだけが楽しみですっていう世界の中二感、そして世界は俺が変えてやるとか、いや、なんつうの、ヒエみたいなさああいうやつ、ああいうキャラクター、あのちょっと、タンビみたいな、とかそういうさ、タンビ悪とかなんかそういうやつが、まあ、ダークヒーロー的なのを見ればみたいな、そうそう、ああいうやつ、クラマとかね、そうそうそう、ああいうやつをずっと、心の中に入れておくのはちょっと難しいんです。でも彼は一度死んでるんです。いつでしょうか。
はい、幽遊白書の冒頭で死んでるんですね、うん、あそこで死んだまんま中二の生き霊白書になってます、あの人はこれが中坊白書になったんですね。であれ、あの実はあのキャラクターは実はすぐに生き返ってますけども、富樫、うん、は生き返らなかった。あそこで死んだまんま中二の亡霊となって、いい意味でですよ、うん、中二マインド、中二ソウルのまんま着地しないでいるからロックなんですよ彼は。これができないから少年誌は少年誌が書けなくなってくる。そこのチャンネルでいつも会ってなきゃいけないんだよ、すごい大変。なんでかっていうとね、売れた漫画家ってどうなるかっていうと、ポルシェ買ってゴルフやるしかなくなっちゃうので、一気に大人の世界がなんか間飛ばして全部こういっちゃう、こうやって、大ヒット漫画家って、で彼それしなかったんだよね、ずっと。要するにずっとゲームやってるわけじゃん。RPG スクールやってる、ね、うん、そうそうそう。だからそのマインドがあの彼の、まあ、最大の強さだなって言って、だから、まとめますね。富樫義弘が売れる理由は、ね、読者と共にさまよい、そして読者と共に苦しんでるんです彼は。いや、それはまさにその通り。誰なあ山君な、それはほんまにそうやと思うその通りなんですよ、うんうん、それはそうやわ。そう、うん、でね、説教がね始まんないんだよね。だから混迷してるから、ずっと混乱してるし、うん、だからそうそうなんですよ、金八先生なんないの、あの人。そう、ずっとサバイバルしてるんですよ。どうしようってなってるの。そうそう、でだからその、うん、その多分ね、真っ当なねキャラクターをね中心に置こうと思ってね、ゴンを置いたんだけどね、あれいい子すぎて動かないから昏睡状態にしちゃってんだよ、うん、で中二っぽいやつばっかり立つんだよ、うん、その方が今の読者に合うっていうのを分かってる。気分がゴンじゃねえっつって、ゴンじゃないんですよ、ゴン寝てろと。そうだから、もうゴンをこれ以上書けないんですよ、うん、もうルフィみたいだから。そうそうそう、うん、そうじゃないんだ。だからクラピカしか、だからさまよい、苦しむ、悟らない、語らない、混乱してる、そして自分はダメ人間だっていう自覚がある。ここも読者と一緒、さすが見事、ね、最後に、川村誠さん作詞、岡村ちゃん作曲の愛の才能っていう曲がありますよねあれをじゃあ最後にみんなで聴いて終わりましょうかあ、ダメか何あの富樫さんの話をね、うん、読んでて、まあ、考えててずっと流れてたのがその曲なんですよ、頭の中に。おうおう、成長しないって約束じゃんっていう歌詞なんで、成長しないって約束したんだよこいつ、あ、漫画の神と、うん、だからね、あの愛の才能ないの今も勉強中よって言って、東海社勉強中なんです、休ませてやってください。なんかめっちゃ悲しいやけどめっちゃ悲しいやけどそれでも漫画家としては一番幸せなんです。なんでかっつったら次どうなるのって。そこなんですよ。だから東海よかったな、ちょっと富樫、富樫よかったな、富樫よかったな。ちょっと今お前ちょっと新庄行ってさ、うまいもんでも食ってさ、ゆっくりしろよな会ったことねえんだよすいませんでした。やばい、以上です。そうそう、違うよ、俺は富樫のために戦おうっつってんだよ。なるほど、そう、みんな富樫に優しくしてくれよ。なるほど、少年漫画中の少年漫画家なんですね。なるほどなるほど、うん、な、そうだよな、うん、いやとかこれはね、同じ時代を苦しんだよ、漫画やってた同じ年だから分かんだよ、うん、いや、どんだけ大変だったかって、ね、一見少年漫画って言われると、うん、やっぱりそのジャンプ の、 その友情、うん、努力、うん、勝利みたいな、うん、そういうことを小学生でも分かるような、うん、みたいなことだと思うじゃないですか、うん、でもだからそれも時代によって少年のだから変わるのよ。そう、頭なんていうかね、うだからもう今は楽しないんだよ、メソッドとかスキルとか、うん、そういうのできたらそこに寄ろうじゃないんだよ。だから中2のバージョンアップだけをずっと続けてるわけ、自分は成長せずそう、成長しないって約束したから。そう、誰に約束したのかは分からんけどおさむじゃねえのかーなんてね、いや分かんないけど漫画の神に約束したんじゃないの。そう、そう、しかも奥さんもさ、ほら好きに変わってお仕置きするんだからさ、うん、成長するわけじゃないじゃん、あっちもさ確かに。そう、あんたそろそろだって言わないわけよそっか、そう、それでいいんだよ、うん、ね、仲良く頑張ってください
以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで後半なんですけれども、うんうん、まあこの流れから、まあ、ちょっと行くんですけど、うんうん、井上、うん、足形次どうなんのって言ってくれた。ありがとう。レジ売れなくてよかったね。うるせえよ。売れなくてよかったね。よかったね。うるせえよ全くな。売れてたらこの番組やってないかもしれない。そうなのよね。ポルシェ乗ってね。そうね。ゴルフやってたかもしれないよね。あいや言うてね。いやこれもみんなおさむのおかげだな。うん、よし頑張ろう。いやいやいや、ということで、うん、あ、今日東橋さんだから、うん、ヨガをぜひ、うん、おじさん、うん、腰痛いんだもんね。うん、ちょっと。すみませんね。トロワシじゃあ一回ヤンさん出てくれる。トロワシ君、ヨガ行くぞ。いつでもいいんで連絡してください。待ってまーす。やべ怒られるよ。でまあ、後半は、はい、ちょっとさっきも話したんですけど井上武彦さんの話。武も悪口 言っちゃダメだよ。なんか面白いですね。レイさんのね、うん、その同年代の今まで全然話してこなかった人を語るとかっていうの新鮮な。うん、なんかね、うん、俺誤解されやすい人が好きなんね。誤解されやすい。うん、でそれで擁護したくなる。でもこれバッシングっていうよりは、うんま、みんながっかりでしょ。来た来たって、いやがっかりじゃないですよ。うん、あまあがっかり。がっかりっていうか、宮崎駿、まあ、的な感じですもん。もうそれがお家芸っていう感じで俺はもう受け取ってるんで、そうでしょ、うん、読めてよかったなと 10話ぐらいですね。ネタだよね、ネタだよね、予定調和だよね。そう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 、俺を守ってくれるか、ありがとう。そうですね、はい、で、あと質問と人生相談がちょっといくつか溜まってるんで、あるし、それもそうだ、ね、やりたいなっていうのと、はい、ちょっと今日、うん、旅の話もやろう。公式でやれなかった、うん、一泊二食付きバカげたシステムが日本旅館を滅ぼすっていうその謎の、うん、あれをやろうかなと思ってます。ペルソナの話もちょっとだけ。ペルソナ5クリアしたよっていう方、お前やるな次な。わかりました、OK、一瞬でクリアしますよ。言っとかんのだから。お前が誰を口説くかすげえ興味ある。口説く、ああ、うん、何またかけるかすげえ興味ある。そして俺がどうなったかこの後の限定で。それネタバレ聞いたら俺が誰と付き合うことになったか、あれをさせてください。予告をさせてください。次週は9月の20日の水曜日夜8時からなんですけれども、うん、なんとなんと3周年記念スペシャルの第3弾、うん、我々3年間やってきましたけれども、お祭りですよ。唯一心残りの回がありますよね、うん、はいはい、ね、ありますよね、あの回。え、なんですか、なんですか、あのあ、唐揚げですか。そう、はい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 、ちょっとべちゃっとしちゃったあの唐揚げ回、はい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 、あれ、リベンジします。滑り倒しました。ヤンさん3周年記念企画第3弾、うん、あれしかねえじゃん。そうかも、ね、フリートーク、うん、もうね、こう2年、あれから2年半ぐらい経って我々いかに成長したのか、レインさんがどれだけ話し方として成長したのかっていうのをぜひご覧ください。そして、なんと、うん、最強の召喚獣を、うん、すげえのクズや。フリートークもう全部持っていってもらうんではないかという感じになりますが、うん、ヤンさん3周年この人を抜きにしては語れません。東村アキコがフリートークに参戦ということで、アッコ来るよ。もうこれはね、うん、もうね、うん、もうえらいことになりますよ、うん、もうとりあえず飲みながらわいっつって、うん、でお題をですね皆さん送ってもらうんですけど、うん、前回やったみたいに、はい、前回10個とか言ってめちゃくちゃ来ちゃったんで、うん、今回5個にします、うん、で5個を、うん、あのクゼのツイッターに嫌がらせのように、嫌がらせのように5個をクゼのツイッターに脈絡なく、あのびっくりするぞ、送ってください。今見ている7000人の方、何も言ってないで、同時にクゼにお題は10個ですね。ブワーいっちゃってください、はい、あまりにもくだらないやつでもいいです。一気に7000リップ、下ネタもいいです。フォロワーがね、そうフォロワーをもっと増やしたいって言うのが、まあ、ブロックは許しませんからね、うん、私が、うん、フリートークのお題を5つ、はいはい、クゼのツイッターに、はい、これもう、はい、バナ出てる、フォロー外から失礼して、フォロー外から失礼します。そんな全然いい、全然いい、全然大丈夫です。もうなんか、はい、なんだなんだってなるの、なるのを見たいんで、ということで来週はフリートーク唐揚げ会リベンジを、はい、東村アキコと共にやりますんで、タラレバ最終回の話もちょっとまた、ね、しようしよう、読んでとかいろいろ今後の東村アキコとか東村アキコのメソッドとかね、うん、いろんなことをフリートークしながらワイワイやりたいなと思ってます、うん、力抜いていきますんで、うんうん、そして、9月24日は漫画大賞の締め切りとなっております。こちら、うん、レイジさんの1人くらい送って、うん、1人だから1回だよ、1回しかダメだよ。
やめてね、それで。デリーさんのあの漫画の、はい、売れた漫画もありますし、売れなかった、惜しくも売れなかった漫画もありますけれども。しつけよそれを、魂の救済という意味でも、皆さんの二次創作を、ぜひ、漫画大賞第2回ヤンサン漫画大賞をやりますんで、締め切りです。ぜひぜひ応募してください。うん、レイさんが選んだ作品、とか、まあ、クマさんも、小学館の。うんそう、くまちゃん来るよ、来ますし、イニシャル D さんもイニシャル D も多分来ると多分来る、ということで現役漫画家と、現役の、編集者、副編集長が選ぶ、でそれを冬のコミケで同人誌にして売ります、そこまでセットでやるんで、ぜひぜひ選ばれるためにも皆さんぜひぜひ応募してください、そしてその模様の、授賞式をですね、27日の3周年の、まさに3周年の、まあ、C バージョンのスペシャルということでやりたいなと思っております、そしてその次のあれですね、次のそうね、もうこれ、もう発売してますけど10月4日、阿佐ヶ谷ロフトプラス、ロフト A か、ロフト A で、ヤンさん丸々3周年を皆さんと共にお祝いしたい、そういうそのお祭りを今企画しております。しかだ終わってねえよ、あのネームは書いてるし、しかも全然終わらないよやるやる、明日も打ち合わせだし、サイン会とかもまたやろうかなと思うんで、富樫さん、来ちゃうの？え？ヤンさん、いつでもいいぞ、もう頑張ってんだからさ出たいんだったら出てよなんだそれこちらなんとスペシャルゲストが決定しております、シークレットゲストです、誰が来るかはお楽しみにということで、10月4日に阿佐ヶ谷で会いましょう、ではでは、限定に移らせていきます。アンケートを取りましょうか、このままアンケートいきます、いやーいや、しかしねえ、まあ、まいったか、こう言っちゃあれですけど、なんで読んでないのにすごいな、ちょっと読んでんじゃないのってね、コメントが、ちょっとは読んで、読んでますよ、レインさんも読んでますよ、だから、お前そんなんで読んだと言えんのかって話もあるから、そこなんですよね、だからもうずっと読み込んできた人にとってはまあまあまああれかもしれないですけど、はい、どうぞどうも、おお、ありがとう、皆さんありがとうございます、ありがとうありがとう、わーい、すげえな、ありがとうございます、よかった、じゃあまた来月の公式でもお会いします、これおそらく、11日かな、10月11日になるとは思いますが、公式の方は公式の方でお会いしましょう、はい、ではでは限定いきます、はい、アスタラビスタッペイ、はい、ありがとうございました。